待たせ。まだあんのか。こんなに食えねえぞ。大丈夫ですって会長、食うのは若い俺らに任せてくれりゃ。私らはまだ全然いける、心配いらないよ。いただきます。さっきから食ってばっかで何も話せてねえじゃねえか。確かにうめえけどよ。じゃあ俺が議事進行しよっか。これが久米君、ブリーチジャパンの横浜支部長。次の総選挙でこの地区から立候補するって御順だよ。青木亮がこの偉人帳を自分の色に染める手始めが彼ってわけだね。ここだけじゃねえ、全国でブリーチジャパンの支部長たちが出馬するんだろう。そうみたいだね。となりゃもはや日本中がなるようにしかならねえ。今青木知事の人気に対抗できる勢力はどこにもねえんだからな。ちなみに星野会長は久米は当選確実って読み？まあな、久米は絶大な青木人気の後ろ盾だけじゃなく、サポートも全力でやってもらえるだろうからな。やはり手がてえとこだろうな。ああ、しかも青木亮にとってここ偉人帳は特別な意味を持つからな。かつて荻窪豊かの王国だったこの町を取ってこそその後継者を名乗れるということは誰より理解しているはずだ。そうだな、たとえ日本中の他の地域で民事党が勝ったとしてもこの偉人帳を取らねえと意味はねえ。どんな手を使ってでも勝ちに来るだろうな。そうだね。ああ、やっぱり納得いかねえな。ですよね。何がだ。だってそうでしょ、このままじゃやられっぱなしですよ。しかし、ほっといたら結局勝つのは若です。でもブリーチジャパンなんて近江連合を手足で使ってる限りなくブラックな連中ですよ。そんなのが偉そうにグレーゾーンの排除だとかヒーロー気取りで抜かしやがって、おまけにこのまま日本を牛耳るだなんて、そんなの納得いくわけねえでしょ。だが相手は政治家だぞ、さすがにその領域に手出しは。情けねえこと言うなよ。あんたたちは自分らなりのやり方でずっとこの町の弱いもん守ってきたんじゃねえのか。それ偽札作って偉人帳の均衡を保ってきたことはお世辞にも褒められることじゃねえよ。でもあんたらみんなこの町の世話になってこの町に恩があるって気持ちに嘘はねえんだろ。それに偽札の話だって最初に持ちかけてきたのは荻窪だ。でもここにいる誰一人として金儲けがしたくてその話に乗ったんじゃねえ。元はといえこの町で起こる抗争を止めるためだ。もしこのまま黙ってちゃ偉人さんの名が廃るってもんですよ。おい、ちょっと言い過ぎじゃねえか。調子に乗ると私も黙ってられないね。ちょっと待った、僕は春日君に同感だね。お前、俺らは確かにグレーゾーンの住人だよ。表立って自慢できる生き方もしてこなかった。でも自分の部下や家族を食わせるっていうプライドだけはあったよ。それについちゃ孫妃も同じじゃない。今ここで引くってことは自分らの過去を丸ごと否定することだよ。そう、俺はハンピン・リューマン全員の命をあんたに預けたんだぜ。このままじゃカッコつかねえだろ。ここは新しいリーダーの最初の仕事だと思って力貸してくれ。わかった。星野会長、
俺からも改めてお願いします。お知恵をお貸しください。ああ、分かったよ。まったく、ただご馳走するって言われてきたんだがな、すっかりのおそろいちまった。ただほど高いものはないからね。よし、じゃあ行ってやりましょう。調子に乗ってる若造に一矢報いてやるか。でも手始めにどうするか。そうだね、目標を定めないと。そこはやっぱ決まってるでしょ。あ、何？若のメンツを潰すことさ。つまり。つまり？この町の選挙で久米が落選すりゃいい。久米を落選させる？どうやって？いや、まだそこまでは分かんねえですけど。でも、もしやれたらざまみろって感じですよね。簡単に言うんじゃねえよ。じゃあ襲って立候補できない体にでもするか。ならうちの暗殺部隊が。殺す気かよ。抵抗されれば最悪の場合は。そういうのはダメ。それにそんなことしてもすぐ次の立候補者を立てるだけだよ。向こうは勝つまでやめる気はないでしょう。勝つまでやめないか。お、それで。え？つまりこっちが普通に選挙で勝ちゃいいんだ。久米より票を取れる候補者立てて思いっきり任す。でなきゃ若の花は開かせねえ。まあ筋は通っちゃいるが、久米より票を取れる人間って言われても。ま、相手は久米っていうより青木亮の人気が票の源泉だけどね。星野会長、誰かお心当たりはありませんか。あいにく思い当たる人間はいねえな。今まで荻窪という存在が大きすぎたせいで、この町やまともな対抗馬が育たなかったからな。選挙の時はいつも形ばかりの対立候補がいただけだった。じゃあいっそ星野会長が出馬ってのはどうです。なんだと。だって地元じゃ顔も広いし貫禄もあるし。こん、いくら維新庁でも極道が当選するわけねえ。当選したら下で世も末だ。確かに。誰ら探してみる。青木亮に勝てる候補者をな。お願いできますか。構わねえが、俺にだけ骨折らせるつもりじゃねえだろうな。はい。選挙ってのは金がかかるんだ。候補者見つけたとこでその金まで俺に出せってのか。先に言っとくけど、今うちに金の余裕はないよ。いかほどかかりますんで。全部出せとは言わねえ。だが立候補するには供託金300万ってのが現金で必要だ。300万、俺に用意しろと。でかい喧嘩を売ろうって人間がそれぐらいの金作らなくてどうすんだよ。はあ、会長の言う通りだね。どうする春日君。
とゲーセン寄ってかねえか。気晴らししたい気分なんだ。ゲームか。ちょっと苦い思い出があるんだよね。ん？ルールに厳しい家だったから、ゲームは1日1時間を守らないといけなくて、1分でも超えるとゲーム機ごと青龍島で真っ二つっさ。さすがハンピン・リューマンの家庭だ。ゲーム禁止にされちゃったんだけど、やっぱり遊びたいじゃない。だから見つからないようにこっそり隠れて遊んでいたんだけど、ビジュアルメモリの電池が切れてピーってなってしまって。ドリームキャストをやってたのか。あれが人生最大の修羅場だったよ。かなり鍛えられた。で、何の話だっけ。いや、何でもない。先を急ごうぜ。やっと見つけたぜ。任務完了。
あとねえやな。ビビってんのか。しゃあ、俺の番。見せてやるよ。やめろ。ガンガン行っちゃうぜ。してみろ。持ってろ。ああ行く。さあ覚悟しな。なめんなよ。やるぞ。テンション上がりますね。片付けるかね。黙れ。負けねえぞ。俺の番だな。絶対負けない。やってこいよ。おっしゃ、行こう。ああ。ありゃ。私の番ね。来てみろ。なめるなよ。かかってこいよ。してみろ。やってやろう。なめないで。目を閉じてごらんよ。やがれ。逃げるなら今のうちだろ。俺の番。やってみろ。なめんなよ。なめんなよ。見てろよ。やがれ。やめんな。心を控えて。やろうか。かかってこいよ。それ。やってみろ。ほら、やるぜ。バリバリ行くよ。やめるな。一緒にした。任務完了。骨が折れそうだな。よし。なめんなよ。やってみろ。取りましょう。やってやるぞ。ぶっ飛ばしてやる。とっておきだ。ほら来いよ。だよ。一緒にしたら。舐めないでくれる。おやおや。してみろ。やってやる。争いは何も生まないぞ。やってやるぞ。はい、じゃあ行こう。舐めんなよ。やってみろ。なめないでくれ。あや。ほら、やるなら今のうちだぞ。やめるな。見せてやるよ。プレゼントで。ほら来いよ。やってやるぞ。行くよ。とっておき。
任務完了。
ありがとうございました。昔馬がよく通ってた道らしいぜ。白い馬も結構歩いてたとか。へえ、じゃあ白馬に乗った王子様ってのも本当にいたかもしれねえな。今も昔もいるわけねえだろ、そんなやつ。うわ、モテなさそうな発言。いや、今も案外いるかもしれないぜ、王子様。え？白馬の王子なんて今風に言えば外車に乗った都合のいいイケメンみたいなもんだろ。半純義がいい車乗りは完成するぜ。身も蓋もない言い方するな、あんた。待ってください、私はそんなに都合よくありませんよ。イケメンは否定しないんだ。確かにそうだが。あ、申し遅れました。私、当の楓って言います。やっと会うことができた。楓ちゃんだっけ。悪いんだけど、俺ら前に会ったことはあったっけか。ずいぶん前に一度だけ。私がカムロ町で不良たちに襲われそうになっているところを助けてもらったことがあって。カムロ町で？そんなことあったかな。すまねえ、ちょっとよく思い出せなくて。いえ、いいんです。本当、昔のことですから。あー、悔しいな。こんな可愛い子助けてたんなら忘れるわけねえんだが。私なんて全然可愛くないですよ。でもずっとお礼を言いたいと思っていたんです。あの時はちゃんと言えなかったから。随分と律儀なことな。でも楓ちゃんもカムロ町にいたならすれ違うくらいはしてたかもな。うん、実は私ずっと病気でほとんど外に出られなくて学校にも行けなかったんです。だからお会いできる機会は少なかったかも。本当はもっと早くに会ってお礼ができたらよかったんですが、時間だけが過ぎてしまって。そうしているうちに春日さんはカムロ町からいなくなってしまったので。ああ、でも私は決めたんです。春日さんとまた会える日は必ず来るから、ずっと待ってお礼を伝えようって。そうだったのか。病気ってのはもういいのか。ええ、今は病気からも解放されてこうして外に出られるようになったんです。だからこれまでできなかったことをやりたいって思いまして、その第一が春日さんへのお礼です。そうか、この子いつ会えるとも知らねえ俺のことをずっと待っていてくれたのか。誰も俺のことなんて待ってくれてねえと思ってたのによ。ちょっと嬉しいじゃねえか。わかった、じゃあ今日は楓ちゃんの出生祝いってことで俺が好きなところに連れてってやるよ。本当ですか、嬉しい。でも私別に刑務所にいたわけじゃないですけどね。ああ、無所にいたのは俺の方だったな。今からすぐ遊びに連れて行っていただけるんですか。
もしやることがあるなら私待ってますけど。ああ大丈夫だ。それじゃあ行くか。はい、よろしくお願いします。とはいえ今の若い子はどんなとこで遊んでんだかよくわからねえな。どこに行こうか。ゲームセンターなんてどうだ。いろんな種類のゲームがあって結構楽しめるぞ。ゲームセンターですか。いいですね。実は私ゲームセンターって行ったことないんですよ。え、そうなの。まあ外に出られなかったっていうなら仕方ねえか。じゃあこれから行ってみようぜ。はい。へえ。ああ、ありがとうございます。
え？懲りたらバイトでもして金稼ぐんだな。大丈夫か楓ちゃん。春日さん、はい大丈夫です。また助けてもらっちゃいましたね。あの頃と同じ、やっぱり春日さんは私のヒーローです。あの頃か。なんだか暗くなってきましたね。そろそろデートも終わりかな。ねえ春日さん、ん？最後に行きたいところがあるんです。もう少しだけ付き合ってもらっていいですか？あ、ああ、綺麗ですね。私、こうやって夜景を見ることに憧れていたんです。確かに綺麗なもんだな。ずっと近くにいたのに気づかなかった。しかし偶然ってのもあるもんだよな。時間が経ってもこうやってまた会えたんだからよ。そうですね。でも私、病室からは春日さんのことよく見てたんですよ。え、そうなの？いつも外から春日さんの声が聞こえてきて、最初はうるさいなーなんて思ってたんですけどね。釣り線返せーとか、まだ蜜が食べてるだろうがーとか、毎日いろんな声を聞いてました。昔から閉まらねえな俺は。でも窓から外を走り回ってる春日さんを見ていたら、だんだん私も楽しくなってきちゃって、ベッドの上で変わり映えのしない闘病生活だったのが、いつしか私の目は春日さんに嗅ぎつけになっていました。春日さんが半袖になったら夏が来たんだな、マフラーを巻いたら冬なんだなって思ったり。そうか、もっとかっこいいとこでも見せられてたらよかったんだがな。ううん、そのままで十分です。だって、私はそんな春日さんのことがずっと好きだったんですから。え？
いや、だがそんな急に言われてもマジか。慌てすぎですよ。ねえ春日さん、私の分もこれからずっとずっと長生きしてくださいね。え、ちょっとあんた、ん、夜に何一人で騒いでいるんだ。ああすんません、でも別に一人ってわけじゃ。あれ、酔っているのか。それなら一緒に交番まで。いや悪いな、おまわりさん。大丈夫だ。そうか、とにかく早めに家に帰るんだよ。ああ、またいつか会えるよな。わかりました。またご縁があればよろしくお願いします。はい、それでは。はあ、また今後の活躍をお祈りされてしまった。これで面接落ちたの何社目だよ。よう、怒り。え、うおー、春日君、もしかして今の聞いていたのかい。今のって面接落ちたの何社目だよとか言ってたやつか。めちゃめちゃしっかり聞いてるじゃないか。ああ困ったな。このままでは僕の完璧超人エリートオブエリートなイメージが崩れてしまう懸念がある。そもそもそんなイメージ持ってねえって。あれ、春日さんに怒りさん、仲良く何を話してるんですか。おお、今怒りが落ち込んでたから励まそうと。あ、春日くん、ビークワイエット、シャーラップ。なんでもないんです、宮越さん。なんでもないからマジで、本当に本当に真面目に何もないので。え、ああ、さて春日くん、そろそろ行こうかね。僕たちお茶する予定だったもんね。え、おい、さあさあさあ行くよ春日くん、レディステディーゴー。はあ、なあ、
いや。もう終わりか、エリートさんよ。すまねえ、イカリ。俺、頭のいいお前に嫉妬してたんだ。な、許してくれよ。そうだ。お前、まだうちの会社来たいんだろ。俺が本当に人事に掛け合ってやるからさ。な。君みたいなクズを雇ってるような、見る目がない会社。どうせすぐ潰れるよ。こっちから願い下げだ。怒り。くそ。逃げるぞ。おい。いいフレーズだったからね。使わせてもらったよ。ありがとう、春日君。助けてくれて。いつも俺を助けてくれてるじゃねえか。それにダチを助けるなんて当たり前だろ。君は最初はただのアホだと思っていたけれど、本当に素晴らしい人材だね。僕が社長なら君みたいな人間を採用したいよ。これはお礼の印だ。受け取っておいてくれ。
これからどうするんだ、イカリ。地道に就職活動と資格取得を続けるよ。僕は不器用だし、社会に馴染めないタイプの人間かもしれないけど、諦めたらおしまいだからね。僕は99社落ちたけど、山ほど資格を取ってきたんだ。次に受ける100社目の会社は受かるかもしれない。僕が僕を信じないとダメだよね。いいこと言うじゃねえか。その通りだよ。おめえはすげえんだ。自信持っていけ。で、その100社目の会社ってのはどんな会社なんだ。一番ホールディングス株式会社とか言ってたかな。え、僕も最近まで知らなかったんだけどね。地元密着でこの町のことをよく考えてる会社らしく。いや、その、君も一緒に受けるかい。確かに春日君は貧乏そうだし、働いてもなさそうなイメージだもんね。紹介しようか。それ俺の会社は。社長は俺なんだけど。今までの無礼をお許しください、社長様。おい、やめてくれって。何卒私を。靴を舐めましょうか。そうだ、靴を舐めましょう。普通にしてくれって。ったく、そんなことやってるから落ちるんだぞ、お前は。俺の番か。敵を
大丈夫か？なあ、おい、仕方ない、人工呼吸だ。くせえよ。あれ、起きた。人工呼吸いらない？それはいらねえわ。めっちゃ痛い。よし。やってみろ。なめんなよ。頑張りますか。よろしく頼むよ、春日くん。よっしゃ、営業開始だ。よっしゃ、もう受けるね。いいじゃん。あかん、こんなんだ、ジンタくん。いいね、期待に応えられた。満足いただけたかしら。売りましたよ、富士最高。今回の営業結果です。素晴らしい結果ですね。よっしゃ、営業開始だ。よし、待て、ショータイム。営業開始だ。これはアンラッキー。超ラッキー。運が向いてきたぜ。黒字達成。満足いただけたかしら。ありましたよ。こんなものか。黒字最高。今回の営業結果です。素晴らしい結果ですね。みんな、よく行った。よっしゃ、営業開始だ。
よし、ショータイム。営業開始だ。そんなんだったラッキーです。ラッキーじゃ。ラッキーです。満足いただけます。ま、こんなものかな。今回の営業結果です。素晴らしい結果ですね。株主総会が近いです。やっほ社長、やっ社長、やっほー昇級昇級。まだ勉強することがあるとはね。まだ勉強することがあるとは。まだ勉強することがあるとはね。よっしゃ営業開始だ。ショータイム。儲けるで。営業開始だ。あかん。運が向いてきたぜ。ラッキーじゃん。期待に応えだ。満足いただけたかしら。売れましたよ。黒字最高。今回の営業結果です。素晴らしい結果ですね。会がやってきました。株主総会、行くぞ。それでは決算報告をさせていただきます。春日一番社長、お願いいたします。決算報告をさせていただきます。ありがとうございました。それでは質疑応答に移り、はっきり言いますけど、俺は建設的な議論をしよう。ですよね。俺は確かに俺の話を終わりにしましょう。ご質問俺はままごとじゃねえぞ。エスモのレベルが低すぎるぞ。聞いてくれんか。言うことはねえよ。ご質問のある。俺はこう思う。ポジティブ思考、建設的な対応をしよう。ご質問のある方にその答えをぜひお願いいたします。我らがトリシンキングだ。未来の話を目立たないとダメっしょ。建設的、ポジティブシンキングだ。これにて定期株主総会を終了いたします。それでは今回の大成功を祝して一つよーしょー。皆さん最高の株主総会だったな。
おい待てよ一番、なんだよ急に大阪に行くって。荒川のおやっさんには助けがいるんだ。この俺の助けがな。ミツから連絡があったんだよ。今おやっさんも蒼天堀に向かってるとこだ。なんで大阪に？俺もまだ詳しく聞いたわけじゃねえよ。蒼天堀っつったら近江の総本山じゃねえか。お前向こうで素性知れたらやべえだろ。よく考えろよ。でも助けがいるっておやっさんが言ってんだ。でそのおやっさんが大阪に向かってんだよ。だから俺も行くんだ。考える必要なんかねえ。足立さん、こうなっちまったらこいつは止めらんねえだろ。合ってるよ、タグ。でも一番よ、偉人町の方はどうすんだ。もうすぐ選挙だぞ。お前が青木亮に喧嘩売るって言うから俺らも付き合って今まで金稼いできたんだぜ。わかってる。とりあえず供託金の300万は作れたよな。その金は俺がこれから清流会に預けに行くよ。金はできても問題は残ったままです。まだ久米の対抗馬に立てられる人間が見つかってませんので。そいつは星野会長が何とかするって話だったろ。約束は守ってくれる人だ。こっちは金を用意して、あとは会長を信じようぜ。なるほど。では道中お気をつけて。ほらイケメン、勝手に見送ろうとしてんじゃないっての。本当に行くの？だったらみんなで行こうよ。いいね。俺大阪にはまだ行ったことないんだよね。いや悪いが、蒼天堀行くのは俺だけだ。足立さんの言う通り、向こうは近江の本拠地、やべえ連中のど真ん中なんだからな。それにこれは俺の個人的な理由からだ。お前らを巻き込みたくねえ。そんなこと言うなよ。俺たち仲間だったはずだろ。仲間だから頼んでんだ。俺にもしものことがあったら、あとは頼むぜ。勝手なことばっか言いやがる。まあとにかくよ、せっかく貯めた300万きっちり星野会長に渡さねえとな。行ってくるぜ。はい。よし。小腹が空いてきたぜ。はい。
はい。本当に親父はわざわざ蒼天堀まで出向かなきゃならなかったのか。ええ、渡瀬は若頭です。そして荒川の親父は渡瀬の代行の立場。渡瀬とは早めに一度顔を突き合わせて挨拶しておくのは当然かと。なるほど。ならなんで今回に限って事後報告なんだ。親父の動きは逐一報告しろと言ってたはずだ。申し訳ありません若。私も先ほど知らされたもので。そうか。ま、あとは何が起きるか見物だな。え、何が起きるかと申しますと。考えてみろ。渡瀬勝と荒川真澄、
その二人が顔を合わせるんだ。ただ挨拶だけで終わるのか。そんなはずはない。親父は何か企んでるんだ。まさか何か企んでいるとは。近江の会長は寝たきりのままだろ。容体が回復する見込みは薄いと聞いてる。ええ、その通りです。じゃあそろそろ後目の話もしなくちゃならん時期のはずだ。いえ、そこまで差し迫っちゃいないはずです。ですが確かに渡瀬の出生期に会長が正式に後目を譲ると言い出す可能性はありますが。つまりそうなれば自動的に渡瀬が近江の会長に就任ってことだ。そしてきっとその時代がしばらく続くことになるんだろう。でももし後目の話が起きる前に渡瀬がいなくなると話は違ってくるよな。え親父はそうなる前に渡瀬を消す気かもな。荒川の親父がまさかそこまでやるとは。そうかな。神室町参詣作戦の時、俺は親父に登場会を売れと迫った。近江を引き込めと言った覚えはない。あれは親父が自分でやったことだ。しかし親父のやつうまいことやったもんだ。そう思わないか。ええ、親父のおかげで神室町から登場会が追い出され、参詣作戦の成功が世に広まり俺の顔も立った。でも登場会が消えたそのどさくさに自分は自分で近江を引き入れて、一躍登場会の参事から近江連合の大幹部へ昇進したんだ。ちゃっかりしてるよ。古臭い頭の切れない極道だとばかり思っていたが、正直あんなに変わり身がうまいとは思わなかったつくづく権力ってのは魔物だよな親父が渡瀬を消して近江を乗っ取ろうってのは俺にとって全然悪い話じゃない。身内が仕切る方が今後何かと都合もいい。ただ気になることもある。気になること。親父が渡瀬に会い挨拶だけで済ましたのならそれはそれだが、俺の読み通り渡瀬を消すつもりなら俺に事前に連絡すべきだろう。それはもし事前に連絡もなく渡瀬を消し、消した後も報告もないようだったらそれは俺への裏切りだ。絶対に許さん。親父が若を裏切るなんてことは。いや、裏切りだ。ヤクザが力を震えるのはあくまで俺の監視下でだけだ俺の立場はもはや参詣作戦の時とは違うんだよ。表の世界の頂点に立とうという人間は裏の世界の情報も細やかに把握しておく必要がある。そのポリシーを貫く上では相手が実の親でも例外はない。必要なのは歴然とした上下関係だけだ。沢城、俺と親父、お前はどっちに忠誠を誓うんだ。俺は親父から若のことを託された人間です。その命令は何よりも若を一番に思うということでした。なら親父の動きは細かく監視して報告しろ。わかりました。大阪には天道を向かわせます。奴は荒川の親父にも気に入られていますから。天道の親分、いつお戻りやったんですか。今日の昼や。明日は頭の出所やさかいな。あれ、そうなんでっか。はっ、仇は知らんでええこっちゃ。油売っとらんとちゃっちゃと仕事せい。いてまうぞこれ。いや、やめてくださいよ。
天道さんのパンチはシャレにならないっすわ。なんやと。なんでもありまへん。仕事ありますんで、ほなまた。おっとボーイさん、これおかわりな。あ、私も。よー一番、スマホずっと見てたってミツって野郎がすぐ電話してくれるわけでもねえんだからよ。つまんねえ顔してねえで、ここは一つ楽しく飲もうぜ。うん、賛成。大阪って最高だね。だーもう、うるせえな。だから俺は一人で来るっつったのによ。春日さん、どちらへ。トイレ？全然飲んでないのにもう酔ったの？いつからの電話待ちってのが落ち着かねえ。あいついつになったらかけてくんだ。向こうは花から忙しいっつってたんだろ。渡瀬の出所祝いとかで。まあな、近江の本部で宴会の準備だとか言ってたな。くだらねえ。こっちはおやっさんの件でそれどころじゃねえってのに。気持ち察しろってんだ。そもそも来るのは明日にしてくれって言われてんだろ。それを勇み足でフライングしといて文句言っちゃいけねえよ。ミツってやつもいい迷惑だろ。なんだよ小柊とみてえに。でもよ、さっき店の中で小耳に挟んだんだが、荒川真澄が大阪に来てんの結構話題になってるみてえだぜ。そうなのか。客同士で話してんのを聞いた。下手すりゃ
荒川と渡瀬の間でドンパチ始まるんじゃねえかってな。もちろん文字通り噂話ってとこだけどな。ちょっと待った、メールだ。ん？ミツってやつからか。くそ、なんだこりゃ。どうした？ニック尾形からだ。念願のカムロップとツーショットだとよ。あの野郎、こっちの気も知らねえで。はい、一番、写真見てくれたかい？レアなんだよあれ。枯れ気まぐれで街のどこにいるかわかんないじゃない。だから見つけちゃった時はもうテンション上がっちゃって。もういい、わかったから。え、どうしたの？あのさ、悪いがこっちは取り込み中だよ。1日か2日くらい連絡は遠慮してもらうぜ。ニック、取り込み中？おお、ベリービジーね。でも、ワイ？とにかくよ、落ち着いたらこっちから連絡する。それまでカムロップとよろしくやってね。おお、ソーリーね。でもそんなに怒って、 What happened？ じゃあな。カリカリしないでよ、ミスター一番。すまん。カズがよ、そんなにカリカリするくらいならさっさと本部に行っちまえよ。え？こんなとこで連絡待ちしてるなんてお前らしくねえぞ。それに、もし客の噂通りドンパチでも始まっちまったら、荒川真澄の身も危ねえんじゃねえのか。おい、足立さん。そうだな。よし、行っちゃうか。行っちまうか。行っちまえ、行っちまえ。やれやれ、まったくこいつらは。なあ、いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。SNS で見たことある、超美味しいんだって。行きたいな。お、コンビニで読んだ雑誌に載ってたガールズバーだ。可愛い子が揃ってるらしいぞ。行きたいな。あいつら結構似た者同士なのかもしれねえな。だな。そうでしょうか。見下してんのか。あんたトイレに開いてよ。楽に思う。ほら、上がってこいよ。私の番ね。こっちだよ。なめんなよ。みんな。俺の番だな。とっておきだ。逃げるなら今のうちだ。問題なくなったぜ。どうするかね。ほら来いよ。やってやろう。てんだ。こう思う。手を切り、またよ。
ビカビカしててこの辺は夜でも明るいな。この道だけで電気代やばそうだな。そういえば関東と関西では電気の種類が違うのをご存知ですか？どうした急に。電気の種類？ええ、関東では 50Hz という周波数の電気を使ってますが、関西では 60Hz を使用してるんです。電化製品によってはそのまま使えないものもあるんですよ。へえ、よく知ってんな。ん？お前まさか蒼天堀からも東電する気じゃ？するはずないでしょう。さすがにやらないと思うぜ。横浜と周波数が違うんだろうな。そういう問題ではないです。強くなっちまったか。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。どちらまで行かれますか？そうですか。また。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。見通しだ。あ？そりゃ
いつで。やるか。うらやるぜ。とっておきだ。社長パワーだ。さあ覚悟しな。見てなさい。よし始めるぞ。いい調子だ。行くぜ。エンドレスラー。よし来た。とっておき。ここの部屋。この野郎。こいつで。この野郎。やんのか。見せてやるよ。プレゼント。やるわ。いくよ。とっておき。やってやるぞ。やるぞ。やってやろう。争いは何も生まない。何しやった。してみろ。よし見てろよ。おっやんのか。はいはい。まこいよ。そりゃ行くぜ。ほらやるぜ。とっておきだ。逃げるなら今のうちだ。社長パワーだ。さあ覚悟しな。見てなさい。やんのか。いい調子だな。舐めないでくれる。ダメだ。がいっちゃうぜ。とっておき。じゃあこう。だっ。いい結果だったな。ありましたね。どうした。ここ最近で一番悩んだ顔してるぞ。孫飛から美味しいお土産を買ってくるよう頼まれたのですが、たこ焼きもお好み焼きも持って帰るのは難しいですから。適当なお菓子じゃダメなの。こういうところで手を抜くと孫飛の気分を損ねるんですよ。一度そうなると厄介なので、一発で決めたいんですよね。あんたも苦労してるんだな。道理で白髪が増えるはずだね。これは白髪ではなくシルバーアッシュといって。一番に説明するだけ時間の無駄よ。まだ行ける。いらっしゃいませ。いただき、いただき、ごちそうさまでした。ありがとうございました。ちゃんさ、ん？めっちゃ好きやねんって言ってみてくれよ。は？なんで？いや、女の子の関西弁って可愛いなと思ってよ。めっちゃ好きやねん。おお、いいね。なんか他にも言ってくれよ。うち今月ピンチやねん。あたちさん、お金くれへん？しゃあないな。ほい、50万円。あー、きにーって、これ50円やないの。なんか大阪って感じするな。これが大阪。彼らの中ではそうなんだろうね。はい。いらっしゃい。
ありがとうね。腰が張るぜ。サインがある。誰だそれ。まあいわゆる地下アイドルってやつだよ。へえ、ナンバそういうの好きだったんだな。別に好きじゃねえよ、一時期ちょっと興味があっただけでさ。はあ、ん、このタイプのサインを書いてるってことは、あ、これは6年くらい前のか。結構レアだな。ちょっと興味ある割には詳しすぎんだろ。いや、モエポンのこの書き方はセカンドのレコ発ツアーの時のだ。あんたも？なんだ。おい、いえ、わかった。
来いよ。やめんな。来いよ。来なよ。見せてやるよ。やめるなよ。さあ覚悟しな。見てなさい。こっち来い。やってみろ。いい調子だ。ほら来いよ。来いよ。やってやろう。争いは何も生まない。逃げるなら今のうちだぞ。来てみろ。ガンガン行っちゃうぜ。やめんな。見てろよ。受け取りましょう。おお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 ほらやるぜ。来なよ。やってみろ。プレゼントだ。ぶっ飛ばしてやる。何は行くよ。逃げるなら今のうちだぞ。なめんな。とっておき。なんかやったか。やるか。これやるぞ。逃げるなら今のうち。なめないでくれ。じゃあ俺の番。やんのか。見せてやるよ。やってやるぞ。社長パワーだ。さあ覚悟しな。見てなさい。なめんな。いい調子だ。やってやろう。ダッグ。ここはやろう。ガンガンいっちゃうぜ。見てろよ。ほら来いよ。やんのか。ほら。行くぞ。なめんなよ。ほらやるぜ。とっておきだ。プレゼントが今の。バリバリ行くよ。とっておき。こっち見ろよ。うわっ。俺やるぞ。行くぜ。いったん。ほら来いよ。これで絶好調。よし来た。とっておき。ザコだ。これで絶好調。よし、行くぞ。見せてやるよ。社長パワーだ。やめんな。やるか。どうするかね。俺の番ね。見てろよ。待てな。いい感じだな。上の男、またいい女になっちゃった。さらに強くなれましたね。また強くなっちゃったね。いけるじゃねえか。うまいね。やめーな。やっほー。よい
強くなった気がするぜ。強くなったな。やった。
いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。どちらまで。それでは、いつか。遅えよ。いつまでほったらかしにする気だよ、これ。すみません、兄貴。こっちもなかなか一人になれなかったもんで。今どこにいんだお前。近江連合の本部施設です。先乗りしてきた幹部たちに食事の手配とかやらされてるとこで。出所祝いの前夜祭ってか。さっきからひっきりなしに出前が出入りしてんのが見えるよ。え、見えるって。兄貴、じゃあもしかして今。おう、呼ばれる手間省いてやったぜ。こっちも近江の本部に来てる。すぐ目の前だ。なんで来ちゃってるんすか。もう荒川のおやさんも中にいるんだろ。いますよ。いますけど、もう少し待ってください。手が空いたら俺の方でこっそり会える場を手配しますから。そう言われてもう何時間待たされてると思ってんだ。だから俺の連絡を待ってから横浜出てくれって言ったじゃないですか。言ってたような気もするな。気もするって、俺はちゃんと言いましたよ。でも来ちまったもんはしょうがねえだろ。俺の気持ちも察しろ。とにかく一度そこは離れてください。本部の連中にも兄貴の顔を知ってるもんがいるかもしれません。やばいですって。全然やばくねえよ。近江の連中がうろちょろしてるようには見えねえ。さっきから見えんのは出前のあんちゃんたちだけだ。なんならそいつらに紛れりゃスルッと入り込めそうじゃねえか。入り込むって本部の中にですか。冗談言わないでくださいよ。メツ、俺は親さんと早く会いてんだよ。カムロ町であの人に撃たれてから俺はずっとそればっか考えてたんだ。わかるだろう。もういい。おめえが止めても俺は行くぞ。待ってくださいよ、兄貴。おやさんは本部のどの辺にいるんだ。いや、だからまだ教えねえつもりか。そうかそうか。じゃあ中にいる人間から無理やり聞き出すだけだな。喧嘩になっちまいますよ。おお、おやさんが見つかるまで片っ端から全員ぶちのめしてやる。兄貴。でもお前が教えてくれりゃ揉めねえように努力する。それ約束するぜ。おやさんは本部の奥竜の間って部屋にいます。竜の間だな。一人でいんのか。いえ、客人と一緒です。三人ほど。分かった、ありがとな、ミツ。兄貴、マジでやるんすか。よし、おやさんの居場所が分かった。強引に聞きやがって。じゃあ行くか。待ってくれ。行くのは俺一人でいい。大丈夫だ。なあみんな、俺ここまで付き合ってくれただけでも感謝してんだ。今ここで抜けてもらって構わねえんだぜ。おいおい、今さら何言ってんだよ。そんな水臭いこと言われるとなんか悲しいな。その通りだ。俺ら観光で大阪まで来てるわけじゃねえぞ。いいもの持ってきたよ。おかもちがあったから拝借してきた。まあ大阪は楽しませてもらったけど、俺だって観光に来たわけじゃないよ。
これでスムーズに侵入できればいいですね。みんな、ありがとうよ。おれおれ、奥や奥、まっすぐ行って奥の駐車場に入れてくれ。それは控えっすな。場所わかるか？わからん。おい、誰が案内したってや。ねえ、こっちやで。出前の人たち、足元を気ぃつけてな。ほんま、みんな腹すかしとるさかいな。出前を首長押して待っとったんやで。あと何台止めれんねん。あ、誰か確認せや。おい、酒井はまだかいな。酒井が来とらんちゃうか。おやさんは奥にある竜の間ってとこだ。みんな怪しまれんなよ。ねえ。ああ。ああ。ねえ、腰が張るぜ。秒で終わらせた。私の番ね。なめんなよ。俺の番だな。じゃあ。大勝利。今のはなんとかなったが、もっと騒ぎになったらおしまいだぜ。もう見つからないようにしてくれよ。わかってるって。次は気をつけるよ。開けてみるか。開いたぜ。その目つきが気に入らんねん。根性を叩きながら。おいよ。よし、行くぞ。見せてやるよ。プレゼントだ。よし。やった。俺の番か。行くぜ。やった。Yeah.
俺の番、とっておきだ。社長パワーだ。さあ覚悟しな、とっておき。なめんなよ。あっち。ぶっ飛ばしてやる。しんどいな。逃げるならやるんだ。エンドレスラン。お？寝てんのか。いや、いっちゃうぜ。やってみろ。見てろよ。来い。あんたれや。してみろ。あ？やめんな。ほら、やるぜ。見せてやるよ。ほら。バンバン行くよ。キリナン来ていきますか。なんとかしねえとな。なめんなよ。行くで。俺の番、とっておきだ。やんのか。調子が戻ったぜ。やれやれ、今度もなんとかなったが、幸運は何度も続かねえ。もっと慎重に頼むぞ。なあ、次は絶対に見つからないようにするよ。開けてみるか。やったぜ。もうボロボロ。そうだよ。お、小腹が空いてきたぜ。開けてみるか。開いたぜ。開けてみるか。やったぜ。
おう、なんやお前ら。え？ああ、竜の間に行くとこなんすけど。竜の間やったらそこの階段上がったとこやけど、お前ら代行に呼ばれたんか？代行？荒川のおやっさんっすよね。ええ、そうなんすよ。代行が呼んだなら誰か案内のもんをよこすはずや。なんで案内のもんはついとらんのや？いや、どうなんすかね。今日は皆さんお忙しいようですし、俺ら直接入っていいって言われたんですけど。そんなわけあらへん。よそもんが勝手にうろついてええ場所とちゃうで。誰に代行の部屋に入ってええって言われたんや？どこの組のなんちゅうやつや？いや、誰だっけな。怪しい。おう、もじゃもじゃの。お前、名前は？俺は荒川組のもんです。名乗るほどの名前はありませんけど。余計なこと言わんで名前を言え。さっさと言え。春日です。春日一番。おい、アドリブしろよ。もう遅い、仕方ねえだろ。なんや、めでたい名前やの。よく言われます。助かったってか。代行がカムロ町で売ったやつや。何しに来たんや。笑え、バレてんじゃんか。今ならこっちの方が人数が多い。やっちまうか。ああ、一気に行くぞ。やる気か、中東や。おもろいやけ。調子の本気だべ。俺の番だな。やっちゃう。なんや、やってみろ。見せてやるよ。命を大事に。なめるな、助けられないか。ほら来いよ。見てなさい、おれおれ。どうするかね。やんのか。してみろ。行くぜ。出てんのか。争いは何も踏まない。どうしたんや。おい、来た。ぶっ飛ばしてやる。とっておき。ほら来いよ。何やんのか。受け取りなさい。絶対負けない。来られ。お前何やるぜ。とっておきだ。プレゼントだ。してみろ。さあ、覚悟しな。やってみろ。はい、とっておき。やってやるぞ。いい調子だな。ほら来いよ。ダウン。見てんのか。見てろよ。はい、避けたと。やるか。行くで。バリバリ行くよ。成長を感じます。おっと、まずいとこ見られちまったようだ。よう来たの。俺は退屈すぎて危うく死ぬとこやったんや。おかげでやっと出番ちゅうわけや。やるぞ春日。仲間を呼ばれる前にこいつらも片付けねえと。ふん、仲間を呼ぶか。それやったら安心せえ。俺らにはそないな、みっともない真似はできん。そいつはいいね。
助かるよ。みんなあんたらみたいだといいんだけどな。この貫禄、幹部クラスかな。なかなか人を見る目あるやないか。おい一番、なんかこいつら普通と違うぞ。分かってる。さすがは近江連合の総本山って感じ。ようやくその実感がありますね。よ、眼帯のノリの良さげなあんた、なんや。昔東条会に固めの狂犬ってのがいたんだけどよ。ふん。まさかあんたじゃねえよな。さあどうなんかの。もしあんたがそうだとしたら、それがなんで近江の本部にいるんだろうな。聞きたいことがあるんやったら力ずくで聞いてみや。そないなこと言うて体なまっとるんとちゃうか、真島の兄弟。アホぬかぜ兄弟、何年この日を楽しみにしてきたと思うとんねん。久しぶりの喧嘩や。さっきから体がうずいてしゃあないわ。行くで、真島五郎かけや。
気だ。社長パワーだ。俺の番ね。いい調子だな。だろ、だろ。ほら、やるぜ。見せてやるよ。ほら。これ以上は。で。Show.